こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。シンガポールアマゾン輸出。シンガポールアマゾン輸出無料メールセミナー募集ページです。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、アマゾン輸出が稼ぎやすい。あなたがあと5年以上生きるなら、輸出で稼ぐスキルは必須です。これからの日本人を待ち受ける3つの問題。人口減少。日本だけで稼ぐのでは人間らしい暮らしができなくなります。年金問題。すでに年金は老後の暮らしを支える制度ではありません。インフレ。貯金や個人年金の価値が激減します。これからの日本人には輸出で稼ぐスキルが必要です。輸出で稼ぐスキルはわずかな努力で身につきます。その努力で身につけた輸出のスキル、アマゾン輸出の売上実績。埼玉県に在住しているアマゾン輸出に本業で取り組む会社さんの売り上げ34,454ドル、これ US ドルなんでね、約380万円です。で、このうち3割が利益なんで、だいたい120万弱の、利益が、上がってると。月間120万弱の利益が上がってます。他にも大阪に在住のアマゾン輸出に副業で取り組む会社さんの売り上げ22,157ドル、他にも、ね、東京都在住副業取り組む会社さんの売上で15,390ドル、中国在住の会社さんで7,669ドル、あるいは6,828ドルと、2019年10月に始まったばかりのシンガポールアマゾンを使った輸出ビジネスにチャンス到来。これはね、もうすでに、数年前にアメリカアマゾンを始めた会社さんの実績ですけど、今から始まる、始まったばかりのシンガポールアマゾン、こちらなら、今から始める初心者もベテランもみんなね、開始時期は一緒ということなんでね、大きく、今挙げた実績あるいはそれ以上に稼げるチャンスがあります。なぜかといえば、日本には儲かる商品がいくらでもあります。ちなみに今1シンガポールドルが76円55銭、これは、昨日のレートで76銭55銭なんですけど、それでね、いくらぐらいで売れてるか、例えばダイソーの、粘土、ダイソーですからね、税込み110円ですね、1個、それで買った粘土が、8個で880円の粘土がね、3倍の2739円、 36.04ドルで売れてます。他にも1000個ね、110円のが10倍の1201円、15.69ドルで売れてます。またはシャープペンシルの会心、2個、220円が8倍の1836円、ありふれた100円ショップの商品でもこれだけ高く売れます。他にも無印のこのね、カットしたコットン、2個で398円で仕入れて5倍の、2279円で売れてます。あるいはこのポンプ、詰め替え用のポンプ350円で仕入れて 5.7 倍の2279円で売れてます。またはこの歯ブラシ立て、343円で仕入れて 4.9 倍の1680円で売れてます。このように高く売れる日本商品はいくらでもあります。高く売れる日本商品を面倒なことは全部アマゾンがやってくれる、アマゾンで販売するだけです、面倒なこと、面倒、何が面倒ってね、取引の連絡とか梱包だの発送だの、あるいは返品対応クレーム処理、全部面倒ですけど、そういう面倒くさいことはね、全部アマゾンがやってくれます。高く売れる日本商品を、選んで送るだけ、アマゾンにドサッと送ればあとは全部細かい面倒なことはアマゾンがやってくれる、そんな素晴らしいアマゾン輸出、始まったばかりのシンガポールアマゾンは今が絶好のチャンスです。シンガポールアマゾンはまだ始まったばかり、初心者はライバルのいない今のうちに始めるのがチャンスを逃さないコツです。2019年10月シンガポールアマゾンで商品販売サービスが開始されました。去年の10月に始まったばかりです。日本に住んでいるなら、アマゾン輸出で稼がないのは大損です。無料アマゾン輸出メールセミナーに今すぐ登録してください。こちらにメールアドレスとお名前を記入して登録するボタンをクリックしてください。無料でアマゾン輸出ノウハウ、それからサポートの概要とかね、あるいはオーストラリアアマゾンの情報なんかも届きます。何しろ、
日本はもうね、周りに安いもの溢れてますんで、輸出ビジネスでやって稼ぐというのには非常にいい環境です。日本に住んでいるなら、アマゾン輸出で稼がないのは大損です。こちらの無料のセミナーに登録して情報をチェックしてください。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫でした。